今日紹介するのは、こちらのデニムですね。もう最近はずっとこうワイド系のねパンツばっかりこう紹介してきたんで、あの細いやつおやすさん頼みますよと、だいぶいろいろな人から言われるので、まあナクールのもともとこう得意だったね、細身の夏デニムを紹介したいと思います。テンセルコンのデニムを使ってますね。デニムといってももうレーヨンとポリエステル、そしてテンセル、そして、ポリウレタンが入ってるので、まあほとんどこう綿素材も入ってないのでデニムとはほとんど呼べないんですけど、まあ見かけはねデニムです。で、夏でも、涼しく履けるように極薄の、素材感になっていますよと。でそれから、まあ、スキニータイプなんですけど、あのよくうちでやってるデザインの通り、こう股上をね少しこう深めに設定して、ヒップももはちょっとゆとりがありつつも、膝下は、キュッとこうテーパードをきつく入れて、細く仕上げていますよという、スキニーのタイプです。まあ若い人はもちろんなんですけど、ちょっとこう年齢年をこう重ねてくると、こうヒップとかももの裏とか、ももの前とかその辺のこう筋肉がね落ちてくるんですよね。でそういう人も意外にこう履くと割と大人の人で、足の筋肉が落ちてきた人とかが、この、形を履いても結構綺麗に履きこなすことができます。ちょっとこうイタリア人っぽい感じ、お腹が多少出てたんでこの辺の感じの、デニムをちょっとスッと履いてもらうと結構かっこよく見えるんで、ぜひ挑戦してみてください。おすすめです。1万1000円でやってますね。ライトブルーとダークインディゴ、おすすめのサルエルスキニーデニム。